問題。一緒に考えましょうか。分母が5だから1の5等分ってことで、分かりやすくすると四肢と胴体をまずバラバラにして、あ、でもそれだと首が邪魔になるから、あれ？5ってエスと似てますよね。大丈夫ですか、アーニャさん。